全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートはミテルカオロチ、花タオン。まずは先行争い。9番ミテルカオロチ、すっと前につけました。12番花タオン、譲りません。11番イクノムチャブリ、先頭に入れ替わります。続きまして16番メタバース、外から15番ナススメナシ、それから13番キンポーズ、内側3番いただきマッシュ、4番元カノノルサ、この辺りが中段。各馬1コーナーに入っていきます。外を抑えて10番ノスケのヘンタメ、少し差が開いて8番親父に何を、続きまして14番ホラヨイッキネス、これを見るように内側1番ムーンショット、これから向こう上面に入ります。内押さえて5番金髪のトーヤ、内押さえて2番ホヤノレスポール。 1000m の通過タイムは59秒7、外から6番ノスケノケイション、外から7番サメイガルーキ、3コーナーに差し掛かろうとしています。17番妙後方、冬の阪神競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭はイクノムチャブリ、後ろに12番ハナタオン、16番メタバース好位をキープ、それから9番ミテルカオロチ、1番人気キンポーズ現在5番手、1番人気13番キンポーズこの位置。4コーナーから直線へと向きます。残り400を切ってイクノムチャブリ、その後からメタバース、メタバースかわして先頭、メタバース先頭、坂を上り、依然として先頭はメタバース。ここで先頭が入れ替わる。追い上げる親父に何、親父に何、さらに差を広げにかかる親父に何、差し切ってゴールイン。勝ったのは親父に何、鞍上はクリストフルメール騎手。親父に何ブリーダーズカップを制しました。2着なすすめなし、3着には妙。